まあ、前に潰す守備っていうのは、まあ、自分の特徴だったので、まあ、結構やってたんですけど、まあ、ジュビロはこう3バックだし、そこは勢いを持っていけるので、まあ、行きやすいかなっていうのは思います。まあ、J2 のチームだと結構ロングボールを対応してくるチームが、まあ、あるんですけど、まあ、そういう相手はやっぱフォワードに起点を作って、攻撃を仕掛けてくるので、そのフォワードの起点を作らせない守備をやったら、まあ、攻撃の回数も相手の回数も減ると思うので、まあ、それをやられると相手も嫌だと思うし、僕たちも勢いが出るので、まあ、それはやっていきたいなと思います。そうですね、まあ、そこを破られるとこう一気にピンチになるんで、そこは考えながらなんですけど、そこをビビってやっちゃうと、まあ、後手後手になる守備になると思うので、まあ、そこはもうあんまり考えずに強くいこうっていうのは思ってます。潰せるようになったのがもうやっぱプロ入ってからなのかな、大学の4年生ぐらいからか、そんぐらいですね。言ってたのは言ってたんですけど、多分そこで取りきれないとかがあったんで、もうそれなら行かなくてリトリートっていうか遅らせるって感じをやってたんですけど、やっぱ体がこうできてきたのもあって、行ったらこう取れるようになったんで、それならもう自信を持っていこうっていうのが、まあ、あってきたので、そこで行くようにしました。試合になると、まあ、そうですね、なんか多分アドレナリンが結構出てて多分表情とかもぐっと力が入るんで、多分変わると思います。もう行くとこはこう強く行けっていうことは言われているので、まあ時々、まあ、ファールになることも多いんですけど、まあ、そこは、はい、もう強く行こうっていうのは思ってます。